去年のそうですね、7月ぐらいに、会社の方が出社禁止になりまして、その時私赤坂に住んでいて、家賃も高く、すごく狭いところだったので、私は母が実家が滋賀に一人暮らししてましたので、そこで少し面倒でも見ながら暮らすのもいいんじゃないかということで、検討をしまして、せっかくリモートでネットがあればどこでも仕事していいよっていうことになったので、滋賀の方で戻って仕事するということになったということですね。そういうニュースを見る仕事をしてます。ネットのニュースの、アプリですけれども、その情報をちゃんと、しっかり入ってきてるかと、危うい情報じゃないかとかいうのを価値判断しないといけないもんですから、オンライン上で全てシステムが動いてますので、ほとんど東京にいる人たちも家の中にいますので、そんなにこう距離感は感じないですね。 Google で滋賀コワーキングとか滋賀リモートというふうに調べたら、こちらの今プラスさんが最初に出たので、京都大阪に行かないとネット環境がないかなと思ったんですけど、十分仕事はできている状況ですね。こういう自分の家の近くでここまでネット環境が整っているところがあるっていうのはびっくりですね。例えば今2台でやってますけど、2台でミーティングをしたりとか、もう全部フルでパソコン使って全く影響ないですし、話をミーティングするときはちょっとこういうところでオンラインでできますし、すごく整っているなと思いますね。こっちに来ることでリモートですけど気持ちが切り替わるというか、ずっと家でしてると引き込まれてしまうので、ちょっと自転車漕ぎながら山を見たりとか川を見たりとかするっていうのはすごくリフレッシュできてますね。琵琶湖の近くのカフェとかに行くと、琵琶湖見ながら仕事ができたりとか、これ朝通勤の時間もなく昼ご飯も家で作れたりするので、そういう意味では食住一体ってところでは滋賀の方が私としてはストレスなく働けるかなと思いまして、近くには日用品が全部揃うスーパーもありますし、100円ショップもあったりしますし、すごくアクセスはいいところだなと。歴史的な街並みが整っているところはあったんだって、小さい頃は気づかなかったんですが、滋賀ってそういう街だったんだよなと。私も仕事でいろんな地方とか、海外とか行ったんですけども、人と自然が一番優しく一緒に暮らしている感じがするので、肩肘張らずに生きていける感じがしますね。滋賀県なんですけれども、やはり環境圏ということもありまして、非常にロケーションがいいという形でコワーキングスペースも多くなっております。ここウィズベースコラボ21については昨年に完成いたしました。サテライトオフィスとしての利用ですとか、テレワーク勤務が可能なレンタルスペースと、さまざまな分野の人と交流できるコワーキングスペース、これが一つになった施設です。琵琶湖岸のすぐ近くですので、徒歩1分程度で琵琶湖岸に出られてしまうというロケーションの良さですね。あとはアクセスの良さという点では、京阪の石場駅から徒歩3分で、車の場合でも名神の大津インターチェンジから5分、こういった高立地に所在しているのが特徴の一つですね。滋賀県内にはですね、東西南北あちこちにコワーキングスペースがたくさんできている状況でございます。やっぱロケーション琵琶湖が近くてですね、散歩したりとか、ちょっと食事しに行くにしても公園とかですね、私自身会社をしていてリモートワークできるような IT の企業ですので、ここで作業っていうこともありますし、あとは Zoom 等を使ったオンラインミーティングですね、そういったこともさせていただいたりします。都市圏のコワーキングスペースですと、もう本当にこう周りがビルにこう囲まれているようなオフィス街にあるようなコワーキングスペースっていうのが一般的なんですけれども、この滋賀県のコワーキングスペースっていうのは周りの自然とか景色っていうものがちょうどこう見えて癒されつつですね、オンとオフをこう切り替えたりするような時間もうまく作れるような場所にあると思います。どこでもこう働けるような方であれば、自分に合うところ、地域、職とかですね、あとはもっと人とか、そういったところをこう探しながら働く場所、働き方を探していくっていうのは面白いんじゃないかなと思います。
自然豊かで食にも恵まれてるっていったところは住むにもいいと思いますし、仕事という意味でも滋賀でやることももちろんできますし、京阪神に出やすいといったところでもいいと思います。私が、まあ、経験して一番魅力だと思うのは、その都市にいる人たち、そういう人たちが来ても意外とすんなりリモートワークとか仕事ができるっていうところが一番強調したいと。きっと多分コワーキングとか、まあ、ネット環境さえあれば仕事はできるので、特に滋賀っていうのはおすすめ湖とか山がありますし、買い物もちゃんといろいろ整ってますし、京都も近いというところではすごく都市生活者にとっても意外と便利な場所だなと思います。ぜひ滋賀もリモートワークの場所として検討していただければ、私は一番おすすめしたいなと思います。